こんにちは、木下優香です。今日はね、じゃん、トマトとエビのクリーミーカレーを作りました。クリーミーな感じでめっちゃ美味しそうです。じゃあ、作り方いきたいと思います。作り方です。私は12人前作ります。まずは玉ねぎを細かく切ります。サラダ油をかけてラップをして600ワットのレンジで5分くらい加熱します。フライパンにサラダ油を熱してエビを炒めます。で、軽く火が通ったらフライパンから出しておきます。同じフライパンでバターを溶かしてレンジで温めて玉ねぎを炒めます。塩コショウもします。玉ねぎがしんなりしてほんのり色づいたらトマト缶を入れます。で、このまま5、6分煮ます。で、水かお湯を入れてさらに煮ます。お湯だと早いだけなんでどっちでもいいです。煮立ったら火を止めてカレールーを入れて溶かします。牛乳、中濃ソース、お砂糖、エビを加えます。カレーを盛り付けて生クリームをかけます。じゃん、完成です。めっちゃ美味しそうです。エビもたっぷり入ってますね。じゃあ重さを測ってみます。 5.85kg なんで約 5kg です。今日はホールスローサラダを用意しています。いただきます。生クリームが超美味しそうですね。こんな感じです。トマトの色がよく出てますね。エビも美味しそうです。うん、ルーが私好みに甘いですね。実はちょっと砂糖を多めに入れたんですよね、レシピよりも。から調味料はお好みで入れてください。トマトの味がね、よくね溶け込んでいます。玉ねぎの豆もあってめっちゃ美味しいです。うん、エビもプリプリですね。めっちゃ美味しいですこのカレー。多分ね、女の子が大好きな味だと思います。まあまあ人にもよるんでしょうけどね。うん、めっちゃ美味しい。うん、体のためにも野菜を食べた方がいいですからね。ちょっとめっちゃ熱くなってきたので髪を結びます。カレーってね、温まりますよね、体が。エビをね、煮込みすぎてないからプリプリですね。カレーのルーがね、ちょっと少なくなってきましたね。で、お鍋にルーが残ってるんで足します。プラス1キロぐらいですね。私はね、気をつけて食べると大体いつもルーが足りなくなっちゃいますね。うん、牛乳をね、たっぷり使ったけ超クリーミーですね。エビってさ、クリーミーなものと相性がいいですよね。なんでですかね。このカレーによく合ってます。スパイシーさはあんまりない、もうクリーミーなスープみたいなカレーです。ちょっと甘辛い感じありますね。最後の一口いただきます。うん、完食です。ごちそうさまでした。エビのクリーミーカレーめっちゃ美味しかったです。私好みに甘くってコクがあって最高でしたね。しかもトマト缶を使ったからめっちゃお手軽でしたね。缶詰は便利ですね。エビもたっぷり入って
って大満足でした。でとっても簡単で美味しいので、ぜひぜひ皆さんも食べてみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。